大家好，我是苏龙门口的摩耶猴。大家看过我拍的这个影片吗？播上去之后，他们的举办单位非常非常开心，然后跟我联络。今天介绍给大家的事情就是秋田犬的事情。必须首先跟大家说，秋田犬不是只有可爱可爱而已。我采访秋田犬的专家，如果你们家有养宠物，对日本有兴趣，那请大家多多看一下这个影片。那开始喽，よろしくお願いします。よろしくお願いします。今秋田ですか、そちらは？秋田です。いろいろとご縁があって、今回はもう台湾の皆さんに秋田犬の現状を紹介したいなと思ってます。多分台湾の見てくれてる人たちの中の印象でも秋田犬可愛いで終わってるのが多分ほとんどだと思うんですね。展示会行った時に、どうもそれだけじゃないぞと、いろいろと新しい発見があって紹介したいなと。秋田犬の数って減ってるわけですか？減ってます。今国内2500だけ一方ですよね。なんでそんな減ってるんですか？まず一つは、うん、飼いやすい犬種ではないっていうことが一つです。しつけをきちんとしないと、狂気にもなりうる犬種なんですよ。大型犬なので、みんなの中での秋田犬のイメージって多分ちっちゃいんですよ。こんなもんだろうなみたいな。オスの成犬で40キロ以上の子から重い。秋田犬ってもともとは、まあ、あ、だから漁師さんと一緒に横についてたって。そうです、そうです、そうです。もうその時点でもう可愛い可愛いの犬じゃないですよね。もうそうなんですよ、ね、そこなんですよ、猟犬だぞっていう話。だからそれを愛玩動物のような接し方をすると当然おかしくなりますよね。だってクマと対峙してた犬ですもんね。そう、クマに向かっていった犬です。あとはやっぱり、何らかの事情で飼えなくなって、山の中に捨てちゃうと。でもそうやって捨ててしまう人って結構多いんですか？ちょっと前まではすごくいっぱいありました。保健所に捕獲されて、そのまま殺処分。ちょっと多分その台湾の皆さんってその日本の保健所の流れも分かんないと思うんですけど、山とかで野良の状態で保健所の人が捕まえるんですね、あれって。そうです、そうです。で保健所に一度、この子の飼い主さんいませんかってインターネットに出したりして探すんですけど、捨てられた子だから当然誰も名乗り出ない。と、日本の殺処分っていうのはその出す方なんですよ。知らなかったでしょう。台湾の人って犬好きなんですよ、めちゃめちゃ。秋田に行ったら秋田犬見たいって言って多分すごくたくさんいて、そこを助けるためにはどうしたらいいかってなる、現実をちゃんと知ってもらった上で、我々がいて、現状から出してきて、しつけをし直して里親さんにつなげるんだよっていう。ちなみに、秋田県はうちのワンコの方が出来上がったから3年間殺処分プロで。どんなことするんですか？保健所内に入った秋田犬を殺さないで再生するんです、最初はうなって牙向いてきてるのを心開いてもらって、もう一回人とつながれるように、それめちゃめちゃ難しいですよ。どれぐらいの期間かかるんですか？誰でも大丈夫になるので、大体1年ぐらい。何？1年もかかるんですか？1年ぐらいかかって里親さんにつながってるので。そうですよね。そんな2、3ヶ月でじゃないですよね。何よりも大事なのは、人間側がこの子の里親さんになりたいって言っても、犬がノーっていう場合が多々あるんです。おめえじゃねえっていう時あるんですか、犬が。かわいそうだから会ってあげたいっておっしゃる方が多いんですけど、うちで引き取った時点でかわいそうな子ではないんです。これからの時間を一緒に楽しく過ごそうねっていう方だと犬もスッと入っていくんですけど、秋田犬の寿命ってどれぐらいなんですか？平均して12、3年だと思います。その捨てられる犬って大体何歳ぐらいで捨てられてるっていうのってあります？うちで一番多かったのは1歳になるかならないかで捨てられた。そんな早く捨てられるんですか？一頭はこの子がいました。片目がちっちゃくて、ちょっと見た目右と左がちょっと大きさ違うぐらいで、全然生活には支障がないので、もしかしたらそういう理由で捨てられたのかもしれないですね。で、あと秋田犬は体がすぐ大きくなるので、3ヶ月ぐらいまでで、一応服従訓練的な基本的なものが終わってないと、そこから先は力で負けてしまうんですね。ドドンと40キロとかなんかそんなになっていくのにはどれぐらいかかります？10ヶ月ぐらいで大体重い。今そのうちに娘がいるんですけど、これがあと7ヶ月した時に30キロ超えるわけですよね。手に余りますね。秋田犬ってめちゃめちゃ食べますよね。1日の食事量がカップで4つかいます。大体400グラム。へえ。お金的にも厳しい。そうですね、保護犬と肉
刺激とかいろいろ含めても一月10万円かかります。一棟ですか。はい。うわ、買ってからは10万円かかるとは言いませんけど、やっぱりそのメンタルから体からのチェックとかね、お医者さんに見てもらったりとかっていう時にも、はい、おお。だから結局救う数が限られてる。今って何匹ぐらいいるんですか。手元には13頭。ああ、もうそれだけでも130万円毎月飛んでってますけど、またかーみたいになりますよね。そう、保険者、はい、10万円って増えていくわけですよね。こうなってきつで、一番きついのは、例えば今も里親さん募集してる子が3頭いるんですけど、その子に会った里親さんに会えなくて出ていけないがために溜まっていく。なるほど。どうしよう、どうしよう。鈴木さんの団体はそんなに金持ちなんですか。そんなことはないです。グッズ販売の売り上げの一部を入れていただいたり、細々と。大ちゃんか、これを作られているんですね。で、これの一部が作っているのは、あの CM で秋田県民プリンです。これの一部も行くっていうこと。そうです。缶詰何個分ですか。計算難しい。それって今台湾の人が買うことで可能ですか。可能です。可能です。経験で。あ、経験で、経験で。1日分ぐらいになりましたね。なりますね。今セットでいくらでしたっけ。台湾ドルで2669。なんて中途半端な。それ何セットぐらいあるんですか。たくさんあります。ただこのこういうカップだとか、はいじゃん。今治って日本の最高のタオルですか。これとか、入ってんぜ。買ってくれ。多分な、台湾の人だったら分かると思うんですよね。いや、犬飼ってる人多いし、どんだけきついのかっていう、餌代とか。鈴木さんたちのところでやられてるサイトとかってありますか。あります。ちょっとそのサイトもちょっと入れとくので、あとはあの、YouTube チャンネルですね。大ちゃんの。まあ、大ちゃんの面白動画だったりとか。ちっちゃい秋田犬が窓からバンバン出てくる動画あったじゃないですか。あれめちゃめちゃ可愛いですね。いや、でも今回のその話で、もうみんなにこう、分かったと思いますね。秋田犬、可愛いじゃなくて、可愛い犬が今、もう年々減っていってるのを、で、しかも、これがまた捨て犬ですぐに殺されちゃう。そこをなんとか食い止めようってしているっていう。みんな多分初めて知ったことだらけだと思います。で、どうやったら減るんでしょうね、この捨てられる犬たちは。私、秋田犬を飼えない人っていると思うんです。自分の気持ちはあっても育てられない人ってやっぱり飼っちゃいけないと思うんですよ。そういう人が飼うと捨てられることになってしまうので、ちゃんとした覚悟を持って飼っていただくっていうのを伝えられたらいいのかな。言い方違うかもしれないですけど、子犬たちがいて、まあ、人間だったらその赤ちゃんがいて、いや子供引き取るようなもんですからね。そうですね、食費もそんだけかかるし、病院連れていかないとダメだよ、3ヶ月以内にまずちゃんとしつけられるのかお前は、とその時間ありますか。多分これ多分台湾も一緒だと思いますね。捨て犬と野良犬が多いですね。なんというかもうちょっと考えようよっていう。秋田犬だけじゃないでしょうね、そこはもう。だってそうですね、全部の犬とか猫がもうそうでしょうね。ありがとうございます。めちゃめちゃ勉強になりました。じゃあということで皆さん、グッズまずは買わないにしろ、その YouTube チャンネルに登録してほしい秋田犬の情報っていうのをどんどん発信されるので、で、あとはあれですね、もしよければグッズ買って、遠くにいる鈴木さん困ってると。好きだからね、家帰るよ、キッズ。ほら、食費で秋田の家帰る。まずは殺処分されるのをゼロにしたいっていうので、もうどんどんその保健所に来たらもう引き取ってるわけですもんね。で、秋田今ゼロじゃん。今年で4年目です。おお、すげえ。これは大変ですよ。だって救えば救うほど苦しいわけですもんね。増えれば増えるほどいい家が買えるっていう。4巻だよ、 4×30、 1棟あたり120巻、それが今13棟いるわけですよね。1500巻1ヶ月に消えております。お金大丈夫なんですか。なんとかギリギリのところで頑張ってます。このコロナが落ち着いたらみんな秋田に行って、秋田市のなんてとこでしたっけ。中市にその秋田犬ステーションがあるので、そこに行ってください。これ買えば多分3巻分みたいな感じで買ってください。秋田犬ステーションにも山の方、コロナの前は結構いらしていただいて、飼ってる柴犬のお話とか、あの秋田犬飼いたいんだけど、飼えないんだよねっていう方結構いらっしゃったので、これを機会にもう一回秋田犬に目を向けていただければいいのかなと思うし、西武秋田って検索していただくと、うちのホームページ見れますので、そこにその保護された子たち のビフォーアフターも見れるので、保護されてから顔つきがどんどん変わっていって、
ごく明るくなっていく犬の様子がそこで見れると思うので、うんうん、ぜひご覧になってください。そのリンクも貼っとくので見て、うん、レズ犬です。であとはこの動画シェアしてください。もう犬飼ってる人はこれはもうマストで、マストでっていうか、多分これは日本の秋田犬の問題ってだけではなくて、てかこういう話って多分犬を飼ってるとかも、まあ、多分子供育ててるも一緒ですよね。要はその生命を共にするっていうのをこう簡単に捨て取る奴らがいるわけじゃないですか、天井で。それをなんとか食い止めないといけないっていう、それにちゃんと見よって。ありがとうございます。じゃあそんな感じでありがとうございました。ありがとうございました。